ナクソス公国ナクソス公国は第四回十字軍の後にエーゲ海上にあるナクソス島やパロス島を中心としてベネツヤ人が建設した十字軍国家である軍島公国やエーゲ公国とも呼ばれた13世紀前半のラテン帝国と十字軍国家第四回十字軍の遥か前からイタリアの都市国家特にジェノバ共和国やピサ共和国ベネツヤ共和国といった国々は 英華界に浮かぶ島々の獲得に興味を抱いていた。サヌード公爵は1207年の建国から1227年までの20年間行為にあり続け、パロス島とアンティパロス島、ミロス島、シフノス島、キトノス島、イオス島、アモルゴス島、キモロス島、スキノス島、チロス島、フォレガンドロス島はサヌードの所領とされた。また、 その他の広国内の島であるアンドロス島やティノス島、ミコノス島、スキロス島、スコペロス島、ケア島、サントリーニ島、アナフィ島、キティラ島、アンティキティラ島はそれぞれ彼の家臣の所領となった。1265年におけるナクソス広国西王人の封建制度は、コムネノス朝東ローマ帝国のプロノイア制に似ていたために、 被支配者のギリシア人の間に混乱が生じることは、実際は、ほとんどなかった。それどころか、多くのギリシア人は、比較的平和に暮らせたようである。なぜなら、サヌードをはじめとする歴代のナクススコは、ギリシア人住民に対して、彼らの心を広告と結びつけるために、慎重な怪獣路線を取ったからである。 1450年における当地中海地域の情勢。1566年には、オスマン帝国のスルタンセリム2世によって、ジャコモ4世が退位させられ、代わって、ポルトガル系ユダヤ人であるヤセフナッスイが、公くらいにつけられた。ナッスイは10枚であり、メンデス家の後継ぎであった霊なナ,ナッスイと結婚した。1579年にヤセフが死ぬと、スルタンは遺産のほとんどを没収した。 しかし、ケトバと呼ばれる、婚前契約での9万ディナールは没収されなかった。ために、レーナは、イスタンブール郊外のベルベデレに豪華な邸宅を建設し、以後居住した。1579年以後も、完全にカトリック教徒による支配が終わったわけではなく、ボローニャのゴッザディーニケは、シフノス島など1600、さらに、ダルマテア地方の貴族であり、後に、 モルダビア港となったが引っ張るグラツヤーには1579年にナクソス港の地位を授与されていた。ベネツヤ共和国はナクソス港国やラテン帝国の領土でない他の島も植民地として影響下に置いた。ベネツヤは1204年に第4回十字軍の指導者であったモンフェラート港ボニファー・チョイッセイからクレタ島を購入し、その後クレタ島を支配していた。 マルタコエンリコを滅ぼした。また、初代カンディア港として、ヤコポ・ティエポロが当てられた。その他、エビア島の大部分を貿易用植民地として統治し、また、ギリシャ本土にも多くの港を保有していた。ナクソス公国の文章。ありがとうございます。